キリさん、心のアシスタントしおりちゃん、しのうまさん、金麦さん、やくまめさん、こんばんは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 。大空さん、四つ葉のクローバーありがとうございます。そうなんです、いちごのヘアピンでちょっと幼くしてみた。 しっかり小学生作ってきた、頑張った。さなやちゃん、こんばんは。じゃん、小学生っぽい。カズさん、いちみさん、主席さん、こんばんは。ちゃんと子供してみた、してみた。暑い。ランドセルってこんな暑い。ドランさん、めっちゃ可愛いギフトありがとうございます。カズカズさん、こんばんは。ドランさん、たくさんだるまありがとうございます。そう、子供の日だから。ランドセルきつい、本当にきつい。あの、ここの角度じゃないと見せれないんです。本当にパッツパツ。シュアンコさん、なりきりさん、ひろしさん、ギフトありがとうございます。たくやさん、こんばんは。いろいろつけてます。そう、水色だったんです、ランドセル。じゃーん。たまきもさん、てろうさん、こんばんは。ランドセルデビュー。スクールメイクしてるんです。だから今日キラキラとかないでしょ。ないんです、キラキラとか。もうほぼほぼ、あ、ノーメイクではないけど、スクールメイク、スクールメイク。なんか女の子がいたら、女の子いたか、さっき読んだけどコメント、ちょっと時間経って女の子がいるときにスクールメイクについて説明したいなって思います。私がどのように学校を過ごしてるか。そう、いつもより幼いって感じするでしょ。あ、めいちゃんだ、やっほー。あ、女の子が増えてきたよ。テレオさん、かしわもちありがとうございます。今女の子合計何人ぐらいいるんだろうね。丸一眼だっけ、見ましたよ、見てました、見てました。ともじさん、こんばんは。ねえ、10期出てた、可愛かった、可愛かった。あ、ゆきえちゃんもいるじゃん。サンサンさん、こんばんは。サンサンさん。ね、予告。じゃん。深夜にドキュメンタリー？え？ドキュメンタリー深夜だっけ？あれ？夕方ぐらいじゃなかったかった。あれ？レオさん、こんばんは。スピード。スターヒデさん。こんばんは。そう、小学12年生なんで、小学生っちゃ小学生。ランドセル違和感ない？嘘。あって、あって。あ、でも今日のなんか雰囲気的には違和感ないかもしれない。大吉さん、こんばんは。ね、ピン止め小学生っぽいじゃないですか。あ、渚のイメージノーカットで流すって言ってました？あれ、そんなこと言ってたっけ。言ってたっけ。見てないな、そこの部。ブヨンさん、こんばんは、こんばんは。そう、もう小学12年生になるともうメイクをしだしまます、しだし始めます。メイク薄め、ほら、キラキラなし。ポンポコダンスね、チラッと見れましたね。予告は見ました。予告可愛かった。石津さんのドアップで映ったのが可愛い、石津が可愛いって叫びました、家で。睨まれた、お母さんに。小学校留年。渚のイメージ、イメージするぞ。なんかエンジンしようってなって、でリカちゃんが言ってた。そうやって。サットさん、可愛いギフトありがとうございます。涙袋強調されてるかな。今日涙袋強調されないような、されないっていうか全然やってないからね、あんま分かんないはずね。初めだけなんか真ん中でね、全然センターじゃないのにセンターみたいな雰囲気醸し出してる。でも違うんですよ、全然センターじゃない。
防犯ブザーそこに入ってますもうすぐそこっていうそこに入ってます。服こんな感じ。ディズニー行った時にね、友達とおそろっちで買ったもの。どこ、スピンズだ、スピンズ、スピンズとビゴーで買いました。国彦さん押すことに来ました。あー嬉しい、ありがとうございます。やった、押し、ちょ、ちょっとされてる。そう、背負えた、背負えたけど全身見てもらうと分かっちゃう感じ。下、下は普通にあれです、レッスン着できるようなね、レッスン着できるようなラインパンツだ、ラインパンツ。同じ制服買いたい。これ制服じゃないけどね、制服じゃないけど、こっちがスピンズでこっちがウィゴです。です。友達はねこれの水色バージョンで、こっちが黒だったかな感じ。座りづらくないです。どっちにしろいつもこうやって前のめりに座ってるから。一緒、そう、色違いおそろっちでディズニーに行ってきました。ディズニー、ディズニー、どうしよっかな。じゃあ1000人突破してたら、1000人行ったらスクールメイクについていろいろ話していきたいと思います。ちょっと男性の方お付き合いくださいお付き合いください。ランドセル取ってあるけどお姉ちゃんのなかったから自分のだけありました。としさんこんばんは。つっちゃんさん、かわいいギフトありがとうございます。女の子がねいたらぜひ、いるのをねなんとなくねコメントでわかるんだけどね、女の子は楽しんで聞いてもらえると嬉しいです。男性の方はお付き合いください。スクールメイク、スクールメイク。ソリヤマさん、ドルマありがとうございます。ピチャミ似合いますか。やった、ありがとうございます。ガクさんこんばんは、ありがとうございます。気持ちだけ女の子にしていきます。それいいね。じゃあ皆さん気持ちを女の子にしていただいて。私も女の子だもん。よしくんさんハートありがとうございます。バランメイク、バランメイクはねメイク必要ない、もうバランつけちゃえば OK。 のぶたさんお久しぶりです、こんばんは。めいちゃん楽しみです。やった、嬉しい、ありがとう。キラリンビームさんハートたくさんありがとうございます。のりさんこんばんは。バランメイクはない。布団ふくつさんやほやほ。服部さんなれるかな。かたやんさんこんばんは。ランドセルなんかカラカラ、何も入ってない、カラ。ね、かのんちゃんもやってたらしいですね。見れなかった、ショックショックショック。あ、こうやった。じゃあ説明していきたいと思います。これねメイク道具の上に置いてあるからちょっと置かなきゃいけない、ごめんね。わーい、バイバーイ。名古屋の山ちゃんさん、キムチンさんこんばんは。どうしたらいいかな、ちょっとここじゃ映んないんだよね。あ、こっちが表か。あーランドセルシール貼ってあります。あ、見えなかった、あっち側か、あっち側に貼ってある。よし、じゃあまず今日の顔をちょっとまず見てもらっていいですか。なんかね幼く見えるようにチークをいつもの倍塗りましたいつもの倍塗りました。だからちょっと顔がピンクい血色感。名古屋の山ちゃんさん、だるまたくさんありがとうございます。チーク濃いの分かりますか、いつもよりピンクいんです顔が。まず今日のメイクからね喋っていこう。
ピンクいの分かります？あ、おこちまほっぺ、そう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 、おこちまほっぺ、そうなんです。のりさんよくお気づきで、雰囲気が少し違うと思いました。そう、チークでだいぶ印象変わる、幼くなる、めっちゃつけた、倍です、倍。いつも2回なんですけど今日4回つけた。そう、桃色、桃色、桃色の、あれ、肩重い。はい、そんな感じで今日はですねまずちょっと学校よりはちょっと濃めにしてるけど、まずこの素顔っていう CC クリームを使います。離れて分かりやすい、あ、本当だ、離れてみると余計ピンクい。桃色の片思い恋してる、まじまじと見つめてる、チラチラって目が合えば胸がキュルル、桃色のファンタジー。ミネちゃん半分ぐらいの年齢に見える、倍ぐらいあります、約倍、約倍。そう、顔まん丸ですよね今日、絶対太った、太りました、思いましたもん。なんかこれ三つ編みだからか分からんけど余計顔が丸く見える。じゃん、素顔を使いました。今日久しぶりに、すっごい久しぶりに使った。あ、黄色い帽子ちょっと捨てちゃってましたね、もう小6の時にはもう真っ黒だった。カムカバさんこんばんは、ゆったりすわさん似合うギフトありがとうございます。あ、こうすると余計顔ピンクいの分かる。でこれね、あれなんです、日焼け止め効果も入ってていい感じなんです。プラ3プラス3プラスいい感じ。でもこれをちょっと一回、素顔ってなんか 薄付きっていうかあんまバレないらしいじゃないですか、素顔っていうなんかこの会社の名前、試写購入したらほっぺで、これをつけていったんですよ一回学校。ランニングしながら見てます、ありがとう。ファイツファイツ、よかったら真似してみてね、めいちゃん。でこれ一回学校につけてったんですけど、その時ね今よりもっと黒くてすぐバレた、友達に今日なんか塗ったでしょって言われてバレたと思って。英作さんばんはばんは、日焼け止めにもなります。でもね、日焼け止めってベタベタしてるじゃないですか大体、でもこれ全くしてない、サラサラしてる。なりけいさん、だるまありがとうございます。だから白い子はねいいと思う、うん、白い子はいいと思う。これでもトーンアップしたい子とかもいいと思う、本当にいいです。これちょっとの量でねだいぶ伸びるから。あ、かなちゃんだ、女の子が増えてきたよ。さとともさんこんばんは、かやんぐさんもこんばんは。これいい感じなんで使ってみてください。ちょっと久しぶりに使ったから量わかんなくていっぱい出しちゃって、出した3分の1しか使わなかった。でこの上に今日は、あ、ここでいいんじゃない、キャンメイク、めちゃっちゃキャンメイクのマシュマロフィニッシュパウダーかなを使いました。じゃん、こんな感じ。これはもうね2個目、まあ1個目割っちゃったっていうのもあるんですけど、2個目、遊びに来てありがとう。そう、キャンメイク優秀だよね、もう優秀優秀、キャンメイクを使いました。でこれでもう、ストームさんこんばんは、同じの、イエイあ、映った自分がそう、これこれを、そう、鏡付きなんです。これはもうね常日頃持ち歩いてる、大体。何喋ろうとしたんだっけでこれでこの2つを使ったらもう OK、 顔は OKOK で、今日はでこれが終わったら目に入りまして、じゃあまたまた、くにさんこんばんは。キャンメイクもう使いすぎてそこ見えちゃってますね。これはもう優秀、
今日はここの白とここの2番目に、あ違う、こことここの色を使いました。あでここも使ったか、ここの3つ目もね。マシュマロフィニッシュパウダーもね、もう無敵よね。この3つ使いました。ここをアイホール全体に塗って、これ二重幅に塗って、ここ際を塗りました。でこれはね、あこの色を目の下の3分の1に出るとちょっと垂れ目効果があるからいい感じいい感じで、今日はこの後何したかな。そうだ、でもちょっと涙袋はねさすがに ないとね悲しいからちょっと作りまして、じゃん、このエクセルのね、私も垂れ目が好きなんですよ、垂れ目の子が好きだから。ここの白いところを、この3分の1はもうさっきの茶色塗ったじゃないですか、この余ったところをここ塗りました。でもこれはねもう全然涙袋って感じにしてくれないから、今日みたいなね時にいい感じ、全然キラキラしてないじゃないですか、だからなんか元からあるような涙袋に見える。ともあきさんこんばんは。で今日はここしか使ってない、そう立体感を出す。おーキラキラしてる、ほい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 。であとはね、目なんかしたかな、あそうだ、目じゃーん、ビューラーしました。これは資生堂だ、資生堂、なんか無印使ってたんですけど合わなくて資生堂に変えました。いい感じで、マスカラもしてるけどしてないような感じにしたいから下地だけにしました。今日はエテュセのマスカラ下地。サリヤマさん、うんとだるまありがとうございます。じゃん、これエテュセまつげ下地、今日はこれだけ。いつもだったらまつげの下地だからこれとこれを使って完璧なね素晴らしいまつげをする作るんですけど、これやるともうメイクって感じだからこれだけ、下地だけ、マスカラの繊維はつけてないでもう目は完了じゃない。でこのしゅんさんハートのギフトありがとうございます。じゃあケイト、またまたケイト、ケイトのこれは何、デザイニングアイブロウ 3D ブラウン、まつげ長い、本当にやった、ありがとうございます。ケイトのこれの、これいっぱい出しますね私のショールーム、ここの一番薄いのとこの濃いのを混ぜて涙袋の影を作る。で鼻筋もちょっとだけ足しました。今日であんま足しすぎるとメイクって感じがしちゃうから、ここの 2色混ぜてここからシュンって流した、2回シュンシュンって軽く、本当に軽く、結構濃くしたらね鼻筋って感じがしちゃうから。かなちゃん、うん毎日メイク、じゃあ今度やります、毎日メイク配信します。サリヤマさん1000万円もありがとうございますってな感じで OK あでこれで眉毛も描きました。高3です、高3、そう高3かっこ小学12年生で、眉毛もちょっと描きました。あ今日描かんでよかったですね、前髪あるし描かんでよかったなんでか時短できたのに。ドアナさん可愛いギフトありがとうございます。ヒロさんこんばんは。で眉毛はこの、お真ん中のを、真ん中の色を真ん中に入れてこの一番濃いのを、あこれ筆かな、この太い方で真ん中のところを取って真ん中に入れて、細い方に切り替えて一番濃いので眉尻描いて、でここの
あ、違う違う違う、一番薄い色を太い方に切り替えて、ここ真ん中、眉頭を描く。眉頭は薄い方がね、いいらしいです。で、眉尻はしっかり描くと垢抜けて見えるらしい。めいちゃん、先輩かわいすぎました。え、嬉しい、ありがとうありがとうありがとう。サリヤマさん、だるまありがとうございます。翔くんさん、こんばんは。バランがないと寂しく感じる今日この頃って方はブログを読んでください。ブログにはたくさんのバラン姉妹がいますてな感じ。ケイトはで、あと今日何したかな。あ、目終わってなかった。まだ眉マスカラしたことない、してみたい。だいぶ垢抜けそうじゃない、眉マスカラした。じゃん、はい、この子もベストフレンド、ケイト。翔くんさ、ブログでバラン姉妹見たよ、可愛いと思った、嬉しい、ありがとうございます。ケイトの名前は何だろう。ケイトダブルラインエキスパート極薄ブラウンです。ですですです。じゃーん、これで二重ラインを描きます。ここの何、この二重ラインに沿って書いて、目そう、二重のラインを書くの。ここにヒュッて、ここにヒュッて、あ、見えるね、この書いてる、見えます、このライン。でもこれ閉じた時にね、つながって見えるからいい感じこうやってやるとね、あれだけど、まあ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 、目を開けていたら OK。チャボーさん、こんばんは。ってな感じで目はくっきりする。これあるかないかでね、だいぶ変わります、目のくっきり度は。次、じゃーん、こちらで顔が丸顔なので削っております。もうね、削りすぎて底見えしてます底見えしちゃってるってな感じで削ってます。いっぱい削っても削っても丸顔です。みーさん、こんばんは。あ、初見さんじゃん、このありがとうございます。で、あ、そうだ、チークは今日これ使った。ヒデンさん、こんばんは。じゃん、これはエチュードハウスさんでパーソナルカラー診断してもらって買ったやつだから自分の肌の色に合ってると信じてる。なんかね、春と夏でイエベとブルベでもなくど真ん中って言われました。だからメイアイシャドウとかはなんかイエベだったらこの色とかブルベだったらこの色が似合うとかあるんですけど、なんか何でもいいよって言われました。何でも合うから。今日のメイクシークが味噌なの、味噌のちょっと意味がちょっとあれだけど、多分そうです、そういうことです。チークが大事、今日はもういつもの2倍しましたもんってな感じ。今日はあで、最後リップも大事だよ、リップも大事。初めてメイクしたの何歳だろう。小学生の時に雑誌読んで憧れて買っては見たけど上手じゃなかったっていうか、全くできなかったって感じ。じゃーん、リップ、シャネルのルージュココフラッシュ90番、これ大事。なんかね、粘膜色って言ってなんかうーってやった時に中の色とあんま変わらない色なんです。これじゃん、そう、変わんなくないですか、口の中の色と。これ高かったんです、お年玉で買いました。高いからね、お年玉を奮発して出しました、出した。他口紅何使ってる。学校はね、これかこれかね、基本これ9割これ。
あもう 10割近くこれ本当に召してるかしてないか分かんない感じだから。で B アイドルかどっちか、なんか顔が今日薄って思ったらこっち使ってる、顔の調子悪かったらこれ使ってごまかしてます。でまあ今日はまあ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 まだ普通じゃないけど、まだ死んではないっていう時は死んではないって時はね、このこれ使って、これね女の子に買ってほしい、本当に高いけど、高いけどお年玉とかで買ってほしい、本当に後悔しない絶対。かたやんさん、くまありがとうございます。マスポムさん、ハートありがとうございます。メイク禁止です、禁止です。でもリップは OK、 OK 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 だと思ってる、みんなしてるし、みんなしてれば OK ダメだけどね。赤リップねもうないんですよ、見てくださいこれ、もうすぐ飛んでいく、今日もうないんです、わかります、ほら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 、もうないからえぐって使ってるんですけど、リップ筆、口紅、何筆、筆を使ってやってるんですけど、もうないからね、ほらこれ出しても出てこない、出てこない、出てこない、買いたい、欲しいですこれ。てな感じで今日は完成、今日は完成だけど、スクールメイク、本当の私の家の、家のじゃない、学校のスクールメイクを教えます。これでねちょっとみんなより、あれなんかあの子ちょっと可愛く見えるみたいな感じのを教えたい、リピ買いしたい、 あの赤リップ、そう虚しく音がするだけ、めいちゃん買います、本当にそんな感じ今日は。で本当の学校のスクールメイクを今から教えます。まずちゃんと洗顔して、で家出る前になんかね、自転車で行くときは、自転車で行くときはもうリップしかしないんですけど、車で行ってちょっと車で余裕があるときはします、スクールメイク、その時の教えます。すっぴんに戻さないものだけ紹介する。山田マニーさん、可愛い子を言うなら間違いない、え本当にありがとうございます、ありがとう。はい、もう出ました出ました出ました、じゃーん、そう思ったけど、まあ大丈夫。てかあのこれ同級生が見てたら悲しい、同級生が見てたら悲しいのと、先生はまあ絶対見てないはずだから大丈夫、絶対興味ないから勝成さんこんばんは、こんばんは。え同級生見たら悲しい、バレちゃうから、いつもの仕込みがバレる、なんかいつも何もしないよみたいな感じでいるから、まあしてるって言われたらしてるって言うけど。んナミさん、個人的感想だけど伊藤美希ちゃんが一番可愛い、嬉しい、ありがとうございますね。同級生見てたら本当に悲しいよこれ、学校の子一人で見てたら悲しい、バレるバレるバレる、バレたくない。でも今日はねせっかくガールたちがいるから教えたいと思います、本当に教えます。はい、えなんかあるじゃないですか、 YouTube でのスクールメイク、あれはもう無理じゃないですか、なんか時間かかんないよっても書いてあるけど、時間かかるしバレるし時間かかるしバレるし、そういう時に見てるんだよ、ダメ、本当に困る、ああの子まあメイクしてるからねみたいな目で見られたらやだな。水飲もう。はい、ということで説明していきます。あ、元地さんこんばんは。でまずちゃんと朝洗顔して、家出る前にシューっていうなんか CNP みたいな感じの、多分 CNP の黄色色のシューってスタイルのあれ、化粧水をつける。でもシューってやつだからね、手とか汚れない、ベタベタしないからいい感じ。
サイチさんアイドルだもん。あ、そう、なんかね、受かる前まではリップしかしてなかったけど、ちょっとね、ちゃんとね、なんか、え、あの子だよとか言われた時に、え、みたいな感じの反応されたら怖いし悲しいから、ちょっとちゃんとしようと思ってね、受かってからはちゃんとしてるんです。配信終わったら連絡来たりして、たまに来ることある、見てたみたいな。はい、じゃあやります。はい、まずそうやってやって、ちゃんと化粧水とかして保湿をしたら、これを使う、キャンメイクのマシュマロフィニッシュパウダーで顔全体をパフパフします。パフパフして、これね、本当になんか夏から冬になって白くなったっていうレベルの白くなった、だから本当になんかつけてる感もないから、本当にこれだけパフパフしちゃえばいい感じ。そう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 、パフパフする、これで顔全体を。一回バラン貼って投稿してほしい。無理だな、それは無理だな。これだけをパフパフする。まずあとなんかあるかな。これはね、なんか赤みとかね、私結構赤みがある人なんですよ。だからね、これで消える、いい感じに。あ、ま、もう全部消えるんじゃなくて程よく消えるから、なんかこれをつけた日になんか、あれ、ちょっとなんか肌綺麗になったって言われて、これこれと思ってたけど、ありがとうって言っといた。イエーイとか言って、全然肌綺麗に変わってないんですけどね。ナミさん、バラたくさんありがとうございます。でもこれつけたことによって綺麗になったって言われた、数人に。だからこれ偉大、本当に偉大。ラミエルさん、こんばんは。カルボナーラ好き、カルボナーラ好き。だからこれを全体にパフパフしちゃう、まず。でです。やっぱね、顔は小さく見えたいもんですよ。ということで削ります、また削ります。いや本当に嫌だな、これ学校の込めてたら。削ります、これで削る。もう学校でも使ってるからね、こうやって底見えしてしまうんです。これも早く買わなきゃ。これで削ります。で、全体的はこんな感じで、目はまビューラーか、ビューラーするともう完全ね、しっかり目上がってしてるねって感じがするから、それはバレるからビューラーはしない。だから目の強調を持たせるためにやっぱりこれ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 、あ、間違えた順番、これ1番だ、これ1番。なんかキャンメイク、これの順番にするとこれが上に来ちゃうから、こうやってやった時になんかね、見えちゃうんですよ、この跡が。だからこっちをしてからこっちをするといい感じにね、見えない、この線が。でも仕込んでるからちゃんとね、二重のラインとか強調される。でも私奥二重だよとかいう子は、このね、ここ分かります、ここ隙間をシュッて入れるだけでも目の大きさを下げれる。で、あと涙袋もこれで描く。タイムシャ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 。イエーイ。そう、二重のライン大事で、これで涙袋も描く。で、これに仕込んどく、先に、このキャンメイクの前に1、2の順番にするとね、見えちゃうから、バレる。そうだからね、バレるから。バレたことあるんですよ。あ、なんか最近なんか目がくっきりして見えるなと思ったんだけど、なんか買い取るって言われたから、あ、バレとるなと思って買い取るって言いました。トマチンさん、こんばんは。
だから1、2の順番でやると最強、見えないから。目はそんな感じかな。うん、そんな感じ。あと何使ってるかな。でリップ、メンソレータムでちゃんと保湿をする。いくらなんかリップ使ってて色ついてて血色感ってもカサカサだったらダメだから、ちゃんと潤わす先に。でこのさっきのシャネルのルージュココフラッシュ90番をつければもうなんか OK。 これ本当にめちゃめちゃいい。なんかリップしてない感じ、してない、本当にしてない。なんかただただ血色いい人みたいな感じ。ガンガンさん、ギャンギャンさん、ガンガンさん、水色のランスルでしたね。これねすぐなくなっ、でもどうだろう、でも全然なんかなくなった感じしないからいい感じかもしれん。ともじゅんさん、たくさんハートありがとうございます。花山さんこんばんは。高い高い、これ高い、7000円8000円ぐらいした。でもそれぐらいの価値がある本当に。名古屋なまちゃんさん、だるまありがとうございます。小学生まだ配信してて大丈夫？本当だ、8時だ。でも小学12年生なんで大丈夫です。なんでそれを使おうと思ったの？ね、ななこさんだったかな、多分ななこさんが YouTube で上げてて、これ多分ね、多分それかリップスっていうアプリかどっちかなんだけど、で見て粘膜色のリップをそこで知って買おうって決めてお年玉で買いました。これ本当におすすめ、持ってるもので一番おすすめかもしれない。ナミーさん、バラありがとうございます。多分ななこってね調べたら出てくると思います、 YouTube で。まそんな感じです。で、あ、でも学校の顔はこんな感じこんな感じで出来上がります。いろんなななこさんいます、 YouTube で。私のなのこさんはあの方です、あの方サレヤマさん、だるまありがとうございます。 YouTuber さん、なのこさん、なんかね、ななか、な、これを大体何分ぐらいでやるんだろう。え、全然1分でできると思う。1分もあれば絶対できる。よしくんさん、お仕事行ってらっしゃい。まあそんな感じです。で文化祭の時はねちょっとやっちゃうよね文化祭の時はやっちゃう、今年ないけどもうコロナさんで。そう、文化祭はやっちゃうから、これをアイシャドウに使って、あとはねそんぐらい。文化祭の時はアイシャドウ使うって感じ。文化祭はやっちゃうよね、やっちゃうやっちゃう。髪の毛もね、去年あれしました、ハーフツインでくるくる巻き。機会があったら出します、その写真を。なんかね、私はねポニーテール以外をするとね賛否両論なんですよ。いいっていう子もいれば、いやーっていう子もいる。なんかね、言いやすいか分からんけどね、みんな言ってくれます。私には似合う似合わんはっきり、多分、ね、私が言うんですよ、言ってって。似合ってる時似合ってるって言ってほしいし、似合ってなかったら似合ってないって言ってほしいって言って、そんな感じで。文化祭とかそういうちょっとねアゲアゲ系の日はこのアイシャドウを使うぐらいかな、そんぐらい。差はそれぐらいかな。あ、で文化祭の時はやっぱビューラーもやっちゃう。で、あ、マスカラ怖いから多分しないな。なんかでね、なんかズリとか言ってこんな黒いのついとるよとか言われたら悲しいから、これビューラー使っちゃうぐらいかな。うん、そんぐらい、そんぐらい、そんぐらい。 OK、 なんか質問ありますかなんか質問ありますか。マスカラはしないな、ちょっと怖いから。ビューラー使った、正直文化祭はみんなしてるからバレるバレないもない気がする。
学校にメイクはリップだけ、基本リップだけ、自転車通学だからね。小学12年生は何歳なんだろう。18歳です。88。でもあれです、学校で携帯没収された携帯没収された、文化祭で使ってたらバレた、写真撮っててバレた。しんちゃんさん、ハートたくさんありがとうございます。マスカラはいつもはこの2つ使ってる、エテュシェの下地とマジョマジョのロングロングロングみたいなやつじゃない、ロングあってた、ロングロングロング。リップの色違いの重ね塗り、普段からするのしたことない、そんなおしゃれなことできない、もう一色使い。こんな感じかな、マスカラは。今日はこれだけ、いつもはこれって感じです。あとはいますか、ありますか、没収されます。え、どこの高校も多分ね、没収されると思う。質問ありますか。こんな感じです。去年のピーチサンダル、こんな感じかな。じゃあリップを付け加えて、こんな感じでした。あとね、学校に絶対持ってってるのはね、これです。一髪のヘアキープスティック、これアホ毛、アホ毛あるかないかでね、本当に変わります、本当に変わる。ミサさん、ランドセル自分のですか。自分のです。これ使ってました。アイラインはするよ、日常的には。あ、嘘、日常的にはっていうか、そのなんか人前に出るときはする。今日はしてないけど、ラブライナーのミルクブラウンじゃなかったかな、ミルクブラウンを使ってます。いつも粘膜埋めてヒュッて流す、ここの間とかにヒュッて。これ本当にいいよ、なんかね、してる感じしないし、なんかバレずに漏れるっていうやつです。ティスさん、年の離れた兄弟いるの。お姉ちゃんがいます、上に。妹です、私。こんな感じ、ラブライナー。これのなんかポチャッコとかそういうサンリオ系が出てるらしくて欲しいんです。欲しいけど買いに行けない、悲しい。これもね、リピ買いしました、良すぎたから。2本目、これ2本目ね、ラブライナー使いやすいよね、書きやすいし落ちないし。ホゲ抑えるものなの。抑えるものです。え、なんか1年生同じクラスの女の子で、なんか頭の上にこれ塗ってて、何塗ってんだろうって初め知らなかったんですよ、中1まで、あ、高1までは。高1はね、こういう、多分こういうこと疎かったから全然知らなくて、なんかでもその子はなんか大人っぽいんです。なんかこれですね、これトイレでこれ使ってるの見て、もうすぐ買ってきてもらいました。これ本当に髪の毛綺麗に見えるし、おすすめ。絶対これで垢抜けど絶対変わる。そんぐらいかな、学校に持ってってるのは。必需品は絶対、うん、こんな感じ、こんな感じ、こんな感じ。鉄のグリーン車さん、体感で見たお姉さんは谷マリカパイセンみたいな感じ。あー、でもそんな感じに白いです。谷さんみたいに本当に真っ白。いつでも限定らしいよ、ポチャコ。そうなんです、友達に聞いたらなんか免疫にあるって言ってた。メイクポーチ
あ裏だった。3つあります。3つ。これが1個目。これはニコプチかなんかの雑誌の付録でついてきたもの。お姉さん見てないですね今ショールーム。これはなんか種ではない、種ではない、種ではないメイクポーチ。あんまり使わないものが入ってる。パロパロさん5時間とありがとうございます。でいつも使うものが入ってるのはこっち。あまた裏だったまた裏だった。これは高島屋で買ってもらった。お姉さんにメイク教えてもらったりもしますか。最近は逆に教えてる方です。めちゃめちゃ私 YouTube とかで、ね、見てるので。これ太いじゃん、いっぱい入る。そうメインとサブ、本当に収納がいいんですよこの子。あ見えない見えない、こんな感じ。いっぱいポケットがあって使いやすい。あ OK 分かったよ。あ見えないね、全然見えなかった。こんな感じ、かなり入ります、かなり入る。いっぱいポケットがあるから、そうカバンみたいだから。よしそんな感じです。3つ目はねちょっと汚いから見せれない友達にもらったクリアなものなんですよ。ちょっと横だけなら見せれる。あじゃんこういうクリアなタイプ、どこで買ったって言ってたかな、フランフランかな。キノピータンさんヤッホーヤッホー、水色ランドセルです。えいちゃんさんこんばんみこんばんみこんばんみ。そうクリアだから。でもその友達は2年生で出会った子なんですけど、高2で同じクラスになって、でもうミキのことよーく分かってるから、私片付けが苦手なんですよ。片付けが苦手だからいつも仮の ST とかあるじゃないですか、さようなら的なやつあん時までに片付けが間に合わなくて、いつもさようならした後に一人で10分ぐらい残ってから帰るんですよ。だから部活とかもねいつも待たしてたし、ちょっとねそういう人なんですけど、だから片付けが苦手なの知ってて、机の上とかまあまあ中とかね、まあ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 っていう感じで表して伝わる感じの人なんですけど、そうなんか謎の居残りがあるんです私片付けの。学校にメイクポーチ持ってる。あこれを持ってってます、これこれ。あんま見せないクリアの子、こんな感じこんな感じ。カロリーミットとか入ってる。そうそうそう。でそういう人だって分かってるからあえてのクリアバッグを買ってきました、その子は。そうこれで綺麗に使ってねってプレッシャーかけられました。カロリミットファンケンいっぱい食べろ君が好き。女子のランドセルのトレンドは水色と紫。あそうなの、えミレタンとミキやん、ミレタンとミキ。そうお友達分かってるなんですよ。これで綺麗になってねってプレッシャーを、いいやつですね、もういいやついいやつかけられました。頑張るねって言いました。もうこれはね基本的に一番持ち歩いてる、日常的に。そんな感じです。あーもう1時間経つ。モリケイさんこれは可愛いの嬉しい、ありがとうございます。そう私はもうこの友達に出会ってよかったです本当に。もう本当にね2年生の時は2年生今高3的な感じなんですけど、ちょっと今コロナさんでよく分かんない感じなんですけど、一応高3で、ね、高校 2.9 年生みたいな感じなんですけど、高2で一応オーディション受かったので、あん？高2って言いましたね、まあ
高2でオーディションを受かってで、いろいろねレッスンとかあって横あリとかエコパのリハとかあって学校行けてない時もあって授業とかも全然ついてなくて、まあテストの点数もなかなかちゃんと現れたんですけど、でそれでわーってなってた時にもその子がいてくれたおかげでなんとか高2を終えられました。本当に感謝その子に。その子いなかったら高2やっていけてなかった。6月から再開なんですか学校。え、それみんな言う本当なんですか。私9月だと思うんですけど、私の予想。むつみさん、みきちゃんの時代の JC は赤いランドセルの子っていましたか。あ、大半そうですよ。赤ピンク水色、赤ピンク水色でした私の学校は。女子は、男子は黒茶色水色、あ、黄色もいた、あ、オレンジだ、オレンジの女子もいた。でもオレンジ1人水色、あ、女子ね、女子はオレンジ1人水色2人、あとピンクほらほら赤って感じでした。なんか赤はね、なんかねみんなね嫌だか分からんけど赤に近いピンクを使ってる子がめちゃめちゃ多かったです。そう、留年回避、セーフセーフ。でもね高3の担任の先生にはね、学校来れるってよく聞かれます。多分留年を心配してらっしゃってるんですね。行きますって言って、あれ言いました、行きます頑張りますって言った。なんか頑張れる、あ、来れると言っても頑張りますって全部言う。私基本何でも頑張りますで返すんで最初マジでトロサーモンと同い年だと思っとった。え、どっちですか、私が上に見えるのかトロサーモンが下に見えるのか。え、私本当になんかミオタンが小学生に見えるとか言われるじゃないですか、全然理解できないんですよ。えって思う。なんかメイクさんに小学生って聞かれてたんですね、あの劇場の挨拶の時に言ってたと思うんですけど、ミオタンが、私その隣にいたんですけど、えって思って、ええってなった、びっくりした。なんかみんなもなんかすごい小学生に見えるとか言うけど全然わかんない。お姉ちゃんもなんかあの子中学生だと思ったとか言うから、え、どこがってすごい思う。私本当に全然初対面の時からもう大学生だと思ったから、2校目ぐらいかなと思ってて、ちょうどもうぴったしで2校目なんですけど、私のなんか生なにみおたんがね、なんかすごい下に 見られるのかがわかんない。なんだろう、全然大学生って感じ、二神戸に見える。マツケンさん、持つべきものは友達だね、だねだね。え、今日のニュース出てたんですか、6月から始まるんですか。課題やらなきゃ、本当に進んでない、ピンチピンチピンチね。ミレタも紫だしね、可愛くないですか。これがスピンズで、これがウィゴーで買った服です。あ、追試引っかかったけど、あれ引っかかったけどコロナでやらんかったんかな、多分コロナさんのおかげで、おかげでって言いたくないけど、まあコロナさんのおかげでね追試をやらずに済みました。え、愛知県立6月1日から開始だって。え、もう決まってんの、ピンチピンチ、本当にやらないと課題ピンチだよ。夏休みないと思います。土日とかがもう全部学校行かなきゃいけない。レッスンと両立できるように頑張ります。え、なんか辛くても、しんどくてもまあね、頑張ります、頑張ります、頑張りますあー、身長ね、身長低いけど全然大人っぽくないですか、みよた全然ね、 JD っぽいよね。イエイエ、アキトさんこんばんは。追認講座とかなんかなんだっけな、追認講座はねちょっとレベルが高い、もうだいぶやっちゃってる人。赤点なんだったっけな、追認講座本当に最後の最後の人なんですよ。追認なんだ忘れてた、追認までは行ったことない。追認はもう留年とことかの話になってくるやつ、それはさすがにないです。もう、あ、見なきゃいけない、皆さん見てくださいね、明日の7時から DMM 研究生企画な、な、何やる、ラジオ体操か、ラジオ体操やるって言ってました。
うん、見てください。早くのやつ見なきゃ見なきゃ見なきゃ。ねえ、みおたん顔小さすぎ。あ、日本史赤点取ったことあります。みおたんも今一番身長近い、 ちっちゃいんかな、10期の中で。もうアナンちゃんとミレタの身長の伸びがすごい、本当に。あ、日本史やるって言ってたから、あの筋トレと体幹やってました。課題はね、そうですね、溜めてギリギリにやっちゃうタイプの人です。最初にうわーって夏休み始まる前にちょっとあるじゃないですか、自習の時間みたいな、ああいう時にうわーってやって一生懸命やるんですけど、夏休み入ったらもう遊んじゃってダメダメって感じの人。あ、今日半袖だ、本当だ、半袖デビューしちゃった、夏も負けた。もうみきちゃんイメージダウンだよ、昨日と今日の配信。ちょっと、え、でもそんなに頭は悪くないはず。中ぐらい、中。確かにもう何ヶ月休校してるんだろう。なんか卒業式あたりからコロナでしたよね。スポーツしてた子はメンタル強いよな。本当にそう。中学の時に部活バスケ部だったんですけど、バスケ部っていうかメンタル部だった。メンタル鍛える部みたいな。てんてん、あ、シー君さんこんばんは。てん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 。あ、ハート白くなりそうだって。ハートを私がじゃああげます、はい。2月から行ってないっけ？いつから行ってないんだろう。ね、ラジオ体操楽しみ。サリヤマさんだるまありがとうございます。サマラスさん、お、お、ナオマケって書いてあった。おはようございますって言ってたけど。モリケさん、それ言っていいの？ちょっと今コメントとの時間差が生じちゃって、それどれでしょうか。日本史課題配信やろ、やろ、本当にやらなきゃいけない。え、ラジオ体操って言ってた気がする、さっきのオープニングで。アナンちゃんに身長抜かれたい、抜かれたい。世界史何点だったかな、世界史一発目か二発目でね赤点取ったんですよ。本当に世界史とか社会系が苦手で、世界史はもうやってないんですけど、今世界史が本当に苦手で十何点か二十何点で赤点だった。でね、あれ取りました、赤点取って、なんかがなんか受けた、こうなんかを赤点取った人用の。鉄のグリーン車さん、さっきはスクワットしたから今半袖シャツのみ。あ、私もさっきスクワットしました。一緒一緒。日本史今どこら辺やってるんだろう全然わかんないっていう。私は今身長 164.5 だけど伸びてそう、伸びてそう、65ありそう。しょげ伊藤美希さんって、あ、伊藤さんって勉強あれなんですか。いや本当に中ぐらい。ドバカでもないし、めっちゃ頭が飛び抜けてるわけではない。でも物理が得意で、物理は20番ぐらい取ったことある。何人中かは内緒。でもめちゃめちゃ多いですよ、めちゃめちゃ多いよ。桁が違う、3桁分の20だった。全ちゃんと一学年の中で20番だった。マスポンさん、普通にメイクの時のコメントしてたつもりだけど、もし気に触ったとしたらすみません。うん、どうした、どうした、どうした、どのことだ。赤点はね、何点からだろうな。なんかね、本当に難しくて、テストが平均が低いけど、
平均が低いけど30点はね、まあ逃れる時ある。25は取ったらもう赤点って感じね。なんか歴史系の教科を面白いって言える人がすごいと思う、羨ましい。世界史と日本史は世界史の方が苦手でも日本史もちゃんと苦手。ヒートテックは熱い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 。そう、面白いと思わへんかったら歴史の暗記は地獄や。本当にそれ。理科発展はないな。理科はなんか暗記系じゃなくて、なんか私理系の方が教科得意だし成績もいいのに文系なんですけど、なんかね、うん、そうちょっと結末がわからなくなっちゃった。日本史は趣味で覚えた。行ってみたい。そんなこと言ってみたい。いいな、日本史得意になりたい。なんか物理とか5だった、数学も4だった。文系だけど、文系だけど物理とはちょっと物理は5多かった。4の時もあったけど。中学で身長伸びました。小学校の時は中の上ぐらいの身長だったんですけど、中学校で部活終わった瞬間引退したらもうすっごい伸びた。どうしたっていうぐらい伸びてって、なんかバスケ部のね子はみんな伸びてった、引退してから。そうすると年号とか覚えられない。人の名前覚えるの苦手なのでは。いや、そんなことないと思う、そんなことはないと思う。え、結構ショールームの方はね覚えてます。なんかね、あのアバターもあるから、ね、多分覚えやすい、一致する。幼稚い顔してますか幼稚い顔してる。でもメイクしたら大人っぽくなるって言われるけど、今日は薄いからね。スピード、スターヒデさん、小林亜美さん知ってる。え、嬉しい、ありがとうございます。やった。いや、そうやって言ってくださるの嬉しいです。物理大好きだった。数学とかは、うん、得意とは言えんけど好きだったし、なんか数学の授業はね好きだったかな。うん、数学は点数良かった。4だった。5段階中4だった。人の誕生日ね覚えるの難しいですよね。でも祝っていくうちに覚える。ともさんこんばんは、お仕事お疲れ様です。そう、アイドルの歌覚えられる、たくさん。やっぱね好きなねものはね覚えれちゃうよね。気持ちいい。そろそろ変えていい？アバター？覚えましたよ、キモチンさんと。その会うがアバターと名前が一致してる。あ、帰宅部私も今帰宅部ですよ、もう部活やめちゃったから。カヤングさん、バスケ部の時のポジションは、小学校はガード、小学校ガード、中学校はフォワード。あ、スタメンで出るときは中学校フォワードで、メンバーが狂ってきてってか交代があって、身長が足りんくなってきたらセンターやったりしたり、先生がたまにガードもできるようになってほしいって言われたときはガードやったり、いろいろでした。優香さん似てる。浅井優香さんかな、意外と理系得意。ちょっとできなくはないって感じ。そう、文系、私文系なんですけど、文系だけど理系の方が得意ね。好きなこと覚えられるのにね。サインコサイン好きだった、好き好き。
ともさん、ドラマたくさんありがとうございますね。青空クラブいい名前ですよね。なんかすごいなんかいいと思った。ポイントガードです。ポイントガード、本当になんかねコメントしてくださる方はね本当に覚えてる、ちゃんと。そう、中学はねもう全部やってほしいって言われてたからね、全部やってた。自分の中での目標も全部のポジションができるようにするっていうのを目標にしてたから。なんか部活あるじゃないですか、初めに目標書くとか。私の部活はさ、初めに磁石に書いてペタって部室に貼っとくんですよ。で全部のポジションをやれるようにするって書いた。赤なめさん似合うギフトありがとうございます。黒子のバスケ、あ本当にね漫画読まないんですよ、字を読まない。国語の時間に教科書読むだけ。トモさん、ドラマたくさんありがとうございます。森家さんとかもねわかるんですよ、ちゃんと。ね、ガード嫌い順、一番嫌いなのはセンター。センター本当に大変、センター本当に大変だからやりたくなかった。センターとガードは本当に好きじゃなかった。だからもう永遠にフォワードやりたかった。三角関数なんだったっけ、急に忘れてた。マスポムさんもわかる、ミミキシコ。イラーマチオさん、バラありがとうございます。中学校バスケ部やめてから身長15センチ伸びてないと話。15センチは伸びんかったけどね。何センチ伸びたかな、5センチぐらいは伸びた。マンツーマンディフェンスとかもやったの。なんか途中からバスケのルールがなんだっけ、あれマンツーマンじゃなくてあれなんだったっけ、なんかがダメになって、そのディフェンスの仕方のなんかそのそういう作戦っていうか手法があったんですけど、あそう、ゾーンディフェンス、ゾーンディフェンスが禁止になって辛かった。ゾーンディフェンス禁止になってからは辛かった、本当にきつかった、きつかった。森圭さん、森圭さん、あれ森圭さんどっちって言ってたっけ自分。そうセンターはね肉体勝負だから、そう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 大丈夫。SK48 風カレーさん、こんばんは。こんばんは、こんばんは。ポストプレイね。あ、そう。ポストプレイやってました。私はパスを出して、パスを出して出して。3on3 とかきついですよね。本当にきつい。動く範囲が広すぎて。でも振り覚え悪いですよ。私振り覚え悪い。あでも寝たらいいんです。覚えて、軽く覚えて寝たら朝起きたら染み込んでるタイプで、一回寝なきゃいけない。トラベリング、あごめんごめんね、トラベリング、トラベリング、あこれ出すの忘れてた、出しとこう。大丈夫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 、こんなにしつこくさ、せっかくお母さんが買ってきてくれたので。そう今ゾーン禁止なんですよ。辛くないですか、本当に辛い。もう今やらないからいいけど、ゾーン途中から禁止になった。トラベリング、トラベリング、トラベリング、なんか面白くないですか、あのあれ審判さん、いろんな方がいて、私本当に練習試合の一番の楽しみ審判を見ることだったかもしれない。本当にそれぐらい好きだった、いろんなね先生がいて。そう買ってきてくださったんです。禁止な理由はあれですよ、なんか楽してるとそうやって体力が落ちてくからみたいな感じだった、そうやって聞いた、調べたらそうだった確か。そうそうそう、1対1の能力が落ちるから、それだ、そ
それだ、忘れてた。それです、それです。あ、ちょうどいい感じ。そうです、1対1の能力落ちるからだ。そうだそうだ。明日ね、何の振り入れするんだろう、楽しみ。なんだろうね、気になる。めっちゃ難しいのだったらどうするんだろう、みんな。ミオタンはできるので、ミオタンはできる。ミオタン、ミオタンは振り入れ早いんで、ミレタンも早いな。ね、顔にかぶっちゃう。どうしよう、そろそろあれカラオケ配信しよっかな。エスケープはもう見れたんできるらしいですね。みきちゃんは家で見てます。何の振りでするんだろうね。カラオケ配信したいと思います。あ、じゃあこれどかさなきゃ、ごめんね。あれ、スクショタイムの時に使おう。曲は決めてきました。今日します。はい、声聞こえますか？なんだっけ、ヘリウムガスになってないですか？大丈夫ですか？フリーでね、あ、でも10曲ぐらいはしてると思います。横ありも大体したから、全部じゃないけど、全部じゃないけど大体した。よし、マキコさんセレクトなの？いいな。あ、あった、やった、あったあった。ちょっとね、これが歌いたいんですよ。なんかランドセル背負ってるから、これ歌いたい。いや、全然ランドセルっぽくないんですけど、あ、下げすぎた下げ。全然ランドセルっぽくはないけど、ちょっと新学期的な、新学期でもないかな、どうだろう。まあ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 、まあ、ちょっと よし、じゃあ歌いたいと思います。1曲目は AKB48 さんの、ん？ AKB48 チーム8さんの挨拶から始めようです。じゃあ次は SKE の歌を歌います。そうそうそう。
挨拶大事だよみたいな感じぽくないですか？ちょっと新学期っぽくないですか？よし、じゃあこのまま SK の曲歌います。よし、じゃあ次行きます。 SK48 でチキンラインです。やっぱり来ないのはなぜ、風が吹き抜けるベンチ、話したいことがある、深読みさせるメッセージね。いつもの電車の時刻かなり過ぎてしまった、一緒に帰ろうとして、見当違いの期待、私だけ勇み足、キャンセルをされたリアクションに、不意に届くスタンプ I love you、 きっと近くにいながら顔出せない、そんな臆病者、 LINE じゃなく目を見ていいな、本当に愛しているなら、ちゃんと直接会って告白しな、読むんじゃなく声を聞きたい、本気のためそうとしたのに、言葉だけで送信されても既読する、付き合わないわ微妙な境界線で、迷っているのは事実、押され方次第でしょう、私も好きよなんて言わせたいのか、バカにしてるわ、それでもあなたを待って、突然やってきそう、帰るに帰れなかった、愛を信じ続けた、妄想に裏切られて落ちてしまった、そのテンション、不意になった素直によね、電話かけるくらいならここへおいで、新たにすぐ取らないので顔見せてはっきり言えよ、こんなに断られたってそれは男にとって恥じゃないんだ、保険かけちゃ恋にならない、ドキドキするからこそ恋ノックするように告られても愛はする、目を見るんだ正々堂々、あなたが腹をくくったらすぐにイエスかノーか答えてあげる、 LINE じゃなく LINE じゃなく目を見ていいな、本当に愛しているならちゃんと直接会って告白しな、読むんじゃなく声を聞きたい、本気のためそうとしたのに、言葉だけで送信されても既読する。
がとうございました。はい、 OK。 なんか歌ってる途中にギフトとかコメントとかありがとうございます。ちゃんと見ながら歌ってました。目を閉じると公園みたい。本当？やった、公園早く出た。練習もねしなきゃ。さすが小学12年生、イエイ。キラリンビームさん、うまー。ドアランさん、ブラボーありがとうございます。チキンライン好き。みつくんさん、こんばんは。よし、じゃあスクショタイムして終わりたいと思います。小学生の歌うまい、イエーイ。じゃん、どこどこ、はい、行ってきます、行ってきます、行ってきます。歌うま小学生。そう、チキンライン、なおさん本当にかっこいい。ランドセルデビュー、うんうんうん、12年生。ミネちゃんより上上、小学12歳なので。あ、濃いね、濃い濃い。あ、回った。私あの肺活量ないんですよ。だから風船も膨らまされたことない。あ、すごい、イエーイ。子供の日だよ、子供の日。子供の日なので何か買ってください。何が欲しいかな、今ちょっと思い浮かばなかったのでやっぱり大丈夫です。インディーさん、東京エルプミさん、ギフトありがとうございます。あ、ランドセル刺してあり。あ、さ、取ればいいね。取ればいいね、はい。どっち向きな？あ、見てください。こっちにシール貼ってあるんです。逆に、逆側に。いいじゃん、いい感じやん。あ、早く明日の朝にならんかな。すっごい楽しみ、10期配信。私ほんと10期好きなんです。10期ラブなんです。皆さんはどうですか？10期好きですか？私10期大好きなんですけど。あ、もうこれやっぱり年なので、はい、いる、いるのがね、はい、ふんって感じ。ちょっと待って、ちょっと待って、ほい、はい、裏返った。あ、いいじゃん、いい感じやん。10期大好きだって、やったやったやった、一緒だ。10期沼ですか、イエーイ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 。10期好きですか、イエーイ。10期大好きですか、イエーイ。7時半でしたっけ。10期好きだけど推しには内緒。ああ、10期好きですよね、一緒一緒。10期沼しか、10期沼しかはちょっと言葉が違う。10期沼、10期沼、10期沼、 SK 栄の10期沼、これが噂の点なんだっけ、忘れてた。イエイイエイイエイ、歌いましょう。絶対絶対絶対、栄の十期沼、栄の十期沼、十期生箱推しです。いいじゃんいいじゃん、はい、こんな感じかな。 OK。 肩が苦しい、肩が苦しい。東京エルプミンさん、マツケンさん、ギフトありがとうございます。
カテンさんミキミキしかやった、ありがとうございます、やったね。そうポンポコダンス本当に早く見たい、ドキュメンタリー、イエーイ、ランドセル、どうせみんなアバンチュー、ここでこうしてこうしてこうして、あれこれね、これちょっと壊れた、いくよ、いきます、おー見えますか、ほい、すごいすごいね。ヒロピーさんこんばんは、給食袋はついてなし、バランもなしよしありがとうね、これぐらいかな。あとこっちに給食袋をつけてた、ここに。これはなんでつけたか全然覚えてない。なんかね、高学年になったらつけ出すのが流行って流行ったんですよ。なんか入ってないかな。何も入ってないですね。なんか中にも汁張ってた。ふみパパさんこんばんは。あーランドセルリコーダー刺してなかった。あ時間割り見えちゃいました。内緒です内緒内緒。はいオッケー終わりー。よしランキング見たいと思います。9時13位ででくぼっちさんありがとうございます。12位ででヨッシーさんありがとうございます。ふみんパパさん、かしわもちありがとうございます。かしわもち食べてない。ちまきがある、ちまきってかしわもちですか。ちまき食べようかな明日の朝。12位ででヨッシーさんありがとうございます。11位ででしんちゃんさんありがとうございます。10位ででマスパムさんありがとうございます。あ別ですか、ちまきとかしわもちは。名古屋のやまちゃんさんもかしわもちありがとうございます。順位言った、順位言った、順位でマスパムさんありがとうございます。9位でキラリンビームさんありがとうございます。8位で名古屋のやまちゃんさんありがとうございます。7位でカテヤンさんありがとうございます。6位で ナミさんありがとうございます。5位で吉高さんありがとうございます。ちまき食べればよかった、やらかし。4位でアキラさんありがとうございます。3位でヤックマミさんありがとうございます。あれ5位読んだっけ、言っとこ。5位であ言ったっぽい。3位で変わっちゃった。はい、もう一回から始めからです。はい、13位で斉一さんありがとうございます。12位でヤックマミさんありがとうございます。11位でキモチンさんありがとうございます。10位で来月さんありがとうございます。9位でエイジさんありがとうございます。8位でアキラさんありがとうございます。7位で吉高さんありがとうございます。6位でマツケンさんありがとうございます。5位でマスポムさんありがとうございます。4位でキラリンビームさんありがとうございます。3位で名古屋の山ちゃんさんありがとうございます。みんなおめえだって、みんなおめおめ。2位でヒロシさんありがとうございます。1位でドアラさんありがとうございます。今日のラッキーピーポーはでともじいさん。あ、今日のラッキーピーポーはでん、ともじいさんです。おめでとうございます。もう忘れちゃう、できたことない。おめでとうございます。おめさんみんなもおめさん、おめさんありがとうございました。
危ない水とこぼすことがあった。今日ね、夜遅くまで勉強したいけど、まあしたいけど、明日朝10期の配信見なきゃいけないからしません。ということで、あ、京都メール2通しか送ってない気がしてきた。よし、 OK。 じゃあ皆さん、明日は10期がいっぱい出ますよ。見てくださいね。朝からラジオ体操やるし、ケンタさん、初見さんだ、ありがとうございます。朝はちゃんとラジオ体操見てください。可愛い5人がやるから見てください。そうだから明日はあれなんです、 DMM を見てほしいから、ショールームやらないんですけど、やらないんですけど DMM 見てください。その分 DM で10期を見てほしい。だから朝は朝は7時か7時半かにラジオ体操やるから、ラジオ体操見てもらって、11時ぐらいからフリーでやるから、フリーで見てもらって、あ、5000人突破、イエイ。え、 DM も11時までなんですか？そうなの？え、本当に？え、本当ですか？嘘、それならやれるじゃん。あ、明日は DMM17 時まででしょうか。え、その後だったらやれるじゃないですか。本当に？あ、で14時から、あ、違う違う、16時から、え、嘘、え、だって4時からあれやるじゃないですか。4時からあれやるじゃないですか。なんだっけ。4時からあれやるじゃないですか、ドキュメンタリー、ドキュメンタリーじゃないですか。でその後になんかフリーレの発表みたいなじゃん、フリーレ発表、フリーレ発表あるじゃないですか。あれ、フリーレ発表何時ですか？フリーレ発表、あれ、フリーレ発表なんか7時ぐらいからじゃなかったでしたっけ。あれ、え、フリーレした後にフリーレ発表があるじゃないですか。あ、4時45分、その後すぐフィナーレ。あ、ほう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 、じゃあやれる、やれる。ちゃんと見てなかった。明日 DMM だからみんなに見てほしいからやれないやと思ってたけど、じゃあ何時くらいやろうかな。8時からとか、ちょっと待ってくださいね。8時からかな。8時からしようかな。8時から何配信しよう。8時から、あ、大富豪教えてください配信にしようかな。8時にします。8時から大富豪を皆さんに教えてもらいます。あの、私携帯で配信してるので実際にやってとかはできないんですけど、普通になんか大富豪教えてくださいって感じで教えてもらいます。ということで皆さん8時からお願いします。私は実際に大富豪やらないんですけど、ちょっとね、大富豪はやらないんですけど、大富豪、そう、ドキュメンタリーの感想とかも言いつつ、まあ8時に集合してもらえれば。そう、大富豪のねルールとかいろいろ教えてほしいんです。全然このまあそんな感じでお願いします。じゃあ8時に集合で、ありがとうございました。グバー。あ、20時でありがとうございました。グバー、おやすみなさい、おやすみなさい。